いいじゃないですか。素晴らしいですね。うん、食材ですよ。この一個食べたいんですけど。ちっちゃいのね。いいですか。これこれこれ。いや、ちっちゃい大きいの。大きいの。朝ごはんに使いたいと思いまして。一個だけ一個だけこれ。これだってもっとボンボンできるんだよこれ。何個も。これな一番大きいのに。そっから取んの？分かんない。まあそうだろうね。もうそこからは再生しないのかな。おお、いいね。硬い。プチだね。いけるかな。まだちょっと青くない。全然青くない。こっちまだかもしんない。これ。まだ。うん。どうなんだろう。ちょっといいか。こっちはいい。でこっち一個だけにする。収穫、初めての収穫。これで何を作りたいですか。いや、まあ、決まってるんだけど。ね、トマトを使うような朝ごはんって言ったら何だと思いますか。トマト。トースト。トーストうん、まあトーストでトーストではないね。やっぱこれ記念すべきこの初収穫、傷ついてますけどこれ、まあいいか、まあ、焼けばいいだろう。目玉焼きに個よく卵を添えるじゃん。目玉焼きに卵は添えないかな。あ、違う、目玉焼きに餃子の、我々の好きな餃子の皮とピーマンを、ピーマン何個お疲れさまです。今こんなつかないが餃子の皮は大丈夫だ。これに餃子の皮を、今何枚あります？何枚だろう。十枚以上はあるから、うん、こうやってこういうふうにこう敷き詰めて、敷き詰めていってください。いってください。いってください。できますか？あ、結構気持ちいい。え？気持ちいい。すっごい。ちょっとピザソースがないんだよ。ピザソースも使うの？あ。割れてた。いいんだよ。割れてるの中でこう、中の方。今喋っちゃったね、ちょっと。うん。なんだ。今日作るのなんだ。でもわかんない。え？さあ。マジ。敷き詰めるようにだ。全部いけるだろう。うん、こんな感じ。あ、足りない、足りないくらいか。うん、追加する？じゃあ、うん、まだあったんだ。まだあるんだ、ちっちゃいやつで食って。よし。でねー。何それ？そしたらケチャップ塗ってください。腹で。これケチャップなの？うん、ケチャップって書いてるじゃん。いいですか？はい。こう。おお。こう。これもたっぷり、これハーフだからたっぷり。はい、こう。今日。こう。オッケー、はい。はい。いいですか。ここぐらいまでの縁まで、これここぐらいまでの縁、いいですか。はい。もう分かるでしょ、何作るって。分かんない。いやいや、分かるわ。ケチャップを塗る。ピザ。
ん？なんて？ピザ。そんな。ピザじゃない。正解。不正解。じゃんけんポッカラケツよよいのよい。はい。じゃんけんポッカラケツっていう。割れちゃった。うん、ちょっとヘタだけでいいか。トマトはもう最後に最後に、うん、このままのせる。このまま、このままのせてもいいんじゃない。切ろうよ。え？これどうだろう。音切り方下手くそだからこう割れそうです。あ、取れちゃった。まあいいよねこれは。まあまあ。なんかこう潰して切りそうでさ、このままほら可愛いじゃん。このまま乗せた方が。ん？潰して切るの。いや潰して切るんじゃなくて。どうかな。ウィンナー。おお。真ん中は何？真ん中ピーマン。ピーマンは上にこうさ、こんな感じでこう乗せるんだよね。うん、そうだよ。そうだよね。この真ん中は？真ん中。偏って美味しくないよ、これ。分かった、分かった。じゃあウィンナーも持ってやろう。何が踏んじゃう。はい、いいよ、ピーマン。はい。ピーマンどういく？パパパパパってのすればいいのさ。よし。ほら、もういいじゃん、もうこう見た目が、ね、ほら。ピザ屋さんだ。よし、こっち OK。 うん、お湯すごいいいじゃん、ちょっと。あ、で、これです、メインです。はい、じゃあ、先生お願いしますね。先生。あ、違う、ジョスだ。ジョスに任せよう。じゃあ、ジョスが育てたやつだから。うん、ちょっと真ん中ら辺を開けて。もう何も言わない、何も言わないから思う存分切ってください。切るの。切る。え、こうか。こわって音が切って、こう斜めに、こう斜めに切って、縦じゃなくて、縦っていう真ん中があれじゃなくて、こう、うん、切って、切れる、大丈夫、いける。大丈夫、持てる、いいよ。え、音を抑えれば。よし、グッと刺して。まだだよ、まだ。ゆっくり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 。よし、よし、よし、切れた。おー、切れ切れ切れ。青いぞ。あれ青いな、ちょっと。これ青いってんだろ。いいよ、焼けば大丈夫だよ。どう、いいでしょ、これ。なんで音置いてんの。ん、あ、置いてない、置いてない。どう置いてもいいよ。いいですか。はい、そんな感じでいいんですか。あとは焼くだけですよ。はい、簡単ですね。簡単ですね。見える、ちょっと見えるでしょ、こういうとこから。こういうとこから見えるでしょ。どうですか、チーズ溶けてますか。匂いがまずい。え、
匂い。匂いが何？がすごい。匂いがまずいって言わなかった今。え、言ってないよ。そう、ジョス。匂いがまずい。ちょっとこれ餃子の皮大丈夫ですか？これ上焼けてる。あれ、なんか焦げてる感じするけど。焦げてる、ま、大丈夫でしょう。まあピーマンちょっともっと薄く切ればよかったね。薄細く、火通らない。通ってない。まあいいか、ピーマンは生でも食べれるから、うん、え、そうなの？知らない、食べたことはないけど。でまたあれですよ、食べるまでに時間がかかるデザートを作ろうと思います。ちょっと揚げてみていいですか？はい。どうですか？おお、ほら、なんかピーマンがさ、あれあれあれ、やっぱほらチーズが焦げるじゃないですか、いつもピザって。それができないわけですよ、この場合は。じゃあデザート当ててみていい？いいよ、無理だと思うよ。ゼリー。違う違う、全然違う。時間かかんないよ、ゼリーは。チョコフォンデュー。チョコフォンデュー、いや、そういうのじゃない、そういうのじゃない。もともこういうパジャマ着てたらどう思う？ダサいと思う。こういうのじゃなくて、黒のこういうのに。いいかな。どうやって取り出すあれ、ちょっと焦げ臭いぞ。全然焦げ臭いかな。ピザ屋さん。おお。あれ、ちょっと下焦げてる。下焦げてるか。いや、焦げ具合なんですよ。あ、大丈夫でしょ。あ、大丈夫。どう？いいじゃん、これ、ね、はい、完成。ポテサラ食べる？うん。そう、あったんだ。これちょっと、そっか、食べるか。よし、じゃあ、ね、これは、これ何入ってるって言って難しいと思うよ、当てるの。じゃがいも。だけきりの、あ、分かった。焼きみきの。違うじゃん、キャンプに行った時に買った竹君のやつ竹君のやつは、やつ、あ、見てないよね。あ、ちょんちょん、あれだ、あれあれだ、あれピザ界のなんだっけ、ピザ界のパセリ、パセリン、ピザ界のパセリフって、ピザ界のパセリ。いや、かぶるな、ピーマンと色が。ここら辺でいいか、ここら辺でいいか。先生じゃん、ジョス。はい。トマトにパセリかけちゃいけないんじゃないですか。まあまあまあ。え？でも見た目いいじゃん。見た目いいですか。いいよ、いいよ、見た目は本当に。これ全部で何入ってるか分かっちゃった。これにもいいですか、パセリ。これも分かっちゃった、うん、全部、うん。これも胡椒とか入れてない。食べやすい、君たちが。うん、こだわる、この、だけ君の味するね、これ。ほんな。うん。おー、いい。いいっちゃいいな。どっち先持ってく？ん？どっちでもいいよ。こっち持ってって、こっち持って。いや、こっちサブだから、こっち普通に最初持っていった方が。じゃあこれも持ってっちゃっていい？青、赤。青と赤っていうと青になってくる。青赤いいですか、ミコさん。赤アーマン赤アーマン、赤アーマンじゃない、ミコさん。赤アーマン、いいですよ、ジョス。目つぶってます。ちゃんとつぶってる。つぶってるよ、見てるでしょ。これこっち見る。もう夜いるかい、まだだよ、もういいよ。今日の朝ごはんは、お、何だろう。
これ、なんじゃこれ。見た目から見ればピザみたい。ピザ、そうだね。2人、何のピザですか。鳥のお名前お願いします。え、まだ考えてない。いいよ、今バッて考えればいいんだよ。パパって考える、そのままパパって言えばいい。トマトを使ったチーズピザ。この具材わかるよね。餃子の皮を入れてくださいよ。あ、わかった。餃子の皮、餃子の皮ピザ、餃子の皮トマトピザ。リノが育てたトマト初収穫餃子チーズピザ。長っ。どう、長いよ。いいでしょ、1個しか言わないもん。これピーマンちょっと苦味かもしれない。苦味かもしれないね。まず音食べてみてね。ピーいやいや、ピーマンを食べるんじゃない、ピザをそのまま食べるんだよね。そしていらねえじゃんね。うん、やばい、やばい、いい感じ、いい感じ。トマト青みかもしれないよ、ちょっと味的にね。うん、なんか切った瞬間青色だったのね。いきます。あ、いいね、リンゴジュース。あ、先生じゃない、ちょっとこうですよ、こうですよ、こう言ってしまってます。あ、先生、まっすぐ、まっすぐ、助手よ、まっすぐ切ればいい、まっすぐ。このままこうやったりするから斜めにいっちゃう。ピーマンさんが邪魔で、うん、すっげえ斜めなんだけど、うん、すっげえ斜めなんだけど、いいのすっげえ斜め。ああ、いいね、ピザの音してる。よし、うん、もういい、いいよ。大きいのとちっちゃいの、うん、いいよ、いいよ。ほんとピザみたい。ピザだよ、ピザみたい。ピザなんだよ、一応。どうぞ、みんな。ここいいです。じゃあこれを取ってトマト乗せてください。手で取る。いいの、手で取って。どこ行こうか。お箸はポテサラで、ピザはお手手で食べて。いい、大丈夫、結構大きいの飛んだね。じゃあ私も。おー、ちょっとこれ見て見て、ほらこれいい焦げじゃないこれね。あさっす、いただきます。あ、いただきます。いただきます。いいよ、食べてみて。リンゴジュースなんて美味しいね。うん、うまい。え、眠ない。チーズちゃんと溶けてる。食べてみて、音どう。うん、おいしい。じゃあ、いいですか。うまっ。うん、うまい。ピザちゃん全然ピーマン苦くないよね。うん、問題はトマトなんで。トマトも一緒に食べるといいよ、一緒に。すごいね、これすごい美味しいんだけどね。乗せた、乗せて、こうやって折ればいいよ。うん、美味しい。食べよう。あ、カリカリ。え、ピーマンが、こっち食べる。違う、顔、顔はカリカリ。トマトなぜか落ちちゃう。なんかのトマト。うん。すごいポテサラじゃないねこれ。うん。だって、だって君の味しかしない。トマトうま。そのまま食べて。ダメダメ。ピザと一緒に食べて。はい。もうトマト食べて。いや、トマト食べたかったな、トマト。
じゃああげる。うん、いい。え？あともうちょっとここ切ろうよ。ん、そういう大きいの食べればいいじゃん。なんでびっくりしたふりしてんの。食べれるでしょ、夜で。ちょっとこれうまいな。うん、これうまいよ。酸っぱい。うん、と、なになに、酸っぱい。おいしい。酸っぱいってよ。うん、本当やっぱ酸っぱい、酸っぱいんじゃないの、本当は。うん、でもまた酸っぱい。全然酸っぱいの感じないんだもん。マー君は酸っぱく感じるんだよ、やはり。なんで。そこは年齢が。なんか計算じゃ、大きいのいっちゃっていいですか。いいの、マー君。無理やったらどうしよう。マー君こっち行く。マー君次こっち行く。これうまいな、これピーマンうまい。ピーマン、あ、そこで音が。まあ、ここが本当は美味しいんだけどね。ちょっと煮ます。うん、少ないわ。少ない。これ入ってるもの全部合ってるか。無理だと思う。合ってれるよ。合ってます。コーン。うん、コーンね。だけ君のコーン、ひき肉。すごい。何のひき肉だ。豚のひき肉。ブー。牛のひき肉。そうです。牛のひき肉、じゃがいも、卵。パセリ。卵でしょ、うん、パセリ。パセリ終わり。うん、調味料は、お酢、酒、醤油。なんでさ、お酢なんて入れるわけないでしょ。砂糖。あ、音ね。キュウちゃん作ったの。キュウちゃん、キュウちゃん、キュウちゃんね、キュウリのタケちゃん作った。キュウリのタケちゃん、君たちでも食べれる塩梅にしましたから。なんだろう、これもご飯なの。白飯ないのが残念だって言わない。はい、お、ちょっとつまんでみて。うん、どっちかというと辛め好きなんだけど、ね、これは今辛いの好き。みんなも食べれるぐらい小さ。マー君、小さいのいきます。マー君、どう？ダメか。ダメ、マー君ちょっとダメかもしれない。あれ、の大好きな味。あ、後から酸っぱくなる。うん。いや、酢控えめなんだよ、これ。そんな。じゃあ、ね、食べ。だって美味しいんだもんさ。よし、最後の一個。マクが最後に食べて。はい、これパーティーレシピでもいいんじゃないの、これ。ちょっとどう思う。どう思う。いいと思う。あのなんだっけ、前やったな、お店さんのやつ、これパーティーにいいんじゃないって。おい、飛ばせるし。ナゲットだ、ナゲット、ナゲット。もこみつさん、ナゲットあるでしょ、うん、あれとこれいいん、あ、うん、いいでしょ、これ、うん、どう思う。いける、せないけど、うん、ピーマン、うん、なんで分離つながってる。なぜピーマンいきますって言うの。ピーマン嫌いなんじゃないの、ね、違うよ。ねえ、そうだよね。なんでわざわざピーマンいきます。ピーマンあなた好きだって、好きだって言ってたじゃない。うん、好きだから食べる。もしかしてそれ惑わせるためにそうやって喋ってたんでしょう。じゃあピーマン3個つながってる。大物しゃ今出るときはおかわりしてるんだよ。
絶対嘘。今日なんでピーマン行きますっていうのかな。好きだから先に食べちゃうんでしょ。あとかピーマンいっぱいあるよ、ほらほら。いえ、ちょうだい、ちょうだい。後から甘いの食べちゃうんだよね、うん、そういうの。何これ、顎外れてるし、うん、いやもう、しょっぱいの欲してるから今。3、2、2、2、3、2。なんでカウントダウンしなきゃ食べれないの。好きなものはカウントダウンするの。おや3、2、1。もう食べちゃった。おとも。おいしいからこそ一緒に食べるんでしょうか。そういう分離した食べ方はダメですよ。いいの。おとも、あのピーマンないよ、これで。どうしたの。おいしい。ピーマンない方がおいしいのか。それならわかるよ。うん。ピーマンない方が美味しい。ピーマンない方が美味しい、うん、と思ったの。あ、そう。で、そうやって喋ってくれればほら、わかるじゃない、うん、どうしてごまかしながら言うの。すごいパリパリして美味しいよね、これ、うん、ピーマンなきゃ断然美味しい、うん、え